小勝将は元親と共に羽柴軍を破った。だがさすがの元親も秀吉の物量に逆らえず傘下に入る。秀吉は四国に続き九州、奥州、関東を制圧、ついに天下統一を成し遂げる。やがて秀吉が死ぬと天下は再び乱れ出す。実力者徳川家康と秀吉の威信石田三成が対立。両者の争いは天下を東西に分けた決戦に発展しつつあった。三成は家康率いる東軍の戦力を削るべく、東軍に属した大名の身内を人質として幽閉。人質の中にはガラシャの姿もあった。小勝将はガラシャを救うべく幽閉された屋敷に向かう。なぜそんな危険を冒すのか、小勝将にはすでに分かっていた。情愛の将、ガラシャ救出戦。ジョーちゃんはここに閉じ込められたみたいだぜ。私に関わった人は結局不幸に落ちたわ。あなたもわらわちゃんも。でももう失いたくないのよ、大切な人を。だから不幸を笑い飛ばしてみせるわ、わらわちゃんみたいに。いいね、さすが俺が惚れた女だ。まだそんなこと言ってるの、バカね。助けてくれないの。今のあんたなら一人で大丈夫だろ。ええ、必ず助けてみせるわ。早くわらわちゃんと合流しなきゃ。もしこの地を脱することができれば、わらわにも希望が見出せる。私に関わるから不幸になるのよ。敵将討ち取ったわ。私に関わるから不幸になるのよ。ことをわらわちゃんに伝えるには男にも騒がせるのが一番ね。あれなら派手なおなごは何者だ。素晴らしき戦果よ。意識をここの敵は倒せたようじゃな。先に進むのじゃ。開門。
の者どもを逃がすな。引っ捕らえて大阪城に押し込めよ。かような時計。そうじゃ、試しにバンバンしてみるのじゃ。みんな急げ、北の方で美女が暴れてるぞ。妖艶な魅力に惑わされてはならん。かかれ。顔が赤いわよ。よっと見せて。あ、で、る。聖君の精鋭がことごとく。なんてもはや容赦せぬ。私に関わるから不幸になるのよ。汗かいちゃったじゃない。我が抗議してくれるわ。敵将撃ち取ったわ。欲しいと思ったのが伝わった。伝わったのじゃ。わらわたちは一心伝心じゃない。人質を抑えろと命じただけだぞ。この騒ぎはどういうわけなのだよ。戦の前からこのありさまで白痴にもなる。一つ手を貸してやるとすれば。大事なわらわちゃんを渡すもんですか。大事な言えるのじゃ。
ぞ。気になるが、殿のため見逃すわけにはいかなくってね。見た目よりも真面目なのね。副兵を逃げ込んだか。これでリーズナブルの作戦に支障が。懲らしめてあげるわ。サイボン！やったわ。自分の力で運命に抗い切った。あの人も見ててくれたかしら。ジョーちゃんが無事でよかったな。師匠、来てくれると信じておったのじゃ。わらわちゃん、抱きしめてやれよ。今のあんたなら大丈夫だ。大丈夫よ、私の大切な人。